30秒10セットを2回繰り返していきます。10分後には達成感で満ち溢れているでしょう。一緒に今日も頑張りましょう。まずはこの動きから。自転車を漕ぐように足を動かしていきます。かかとを床ギリギリに落とすイメージで、あと10秒です。体が温まってきましたね。5、4、3、2、1。さあ次の動きです。休憩を挟まず次の動きをやっていきます。ワイドスクワット、内ももお尻に効いていきます。運動が習慣になると体にも生活にもメリハリがついてきますね。一緒にやっていきましょう。さああと10秒です。この後はちょっと面白い動きが待ってますよ。3、2、1。次は上と下に太鼓があるように、太鼓を鳴らすように手を動かしていきます。上、下、下、上、上、下、下。いい音鳴ってますか？腕を引き締めながら有酸素運動です。この動きをやると楽しくなってきますね。どんな太鼓の音が聞こえてきますか？さあ次はお尻の横を鍛えていきます。筋肉に直接刺激を与えることで筋肉がポンプのような動きをしてくれます。血液の流れがスムーズになると血の巡りが良くなって、むくみや冷え症の対策にも筋トレは効果抜群です。セルライトのケアにもとっても有効と言われています。さあ次は反対の足をやっていきますよ。慣れていないトレーニングは初めはちょっぴり辛いんですけど、自分の成長も楽しみながら頑張っていきましょう。今一人でトレーニングを頑張っているそこのあなた、どこかでこの動画を見て一緒に頑張っている人がきっといるはずです。一緒にファイトファイトファイト。あと5秒。4、3、2、1。さあ次は横に動いていきます。深く深く、お尻を使って動かしていきます。この時腹筋にもしっかり力を入れてぶれないようにやっていきましょう。お尻やハムストリングだけでなく、今腹斜筋にも刺激が入っていきます。くびれを作っていきましょう。さあさらにくびれを作る動きです。肘と膝を合わせるように動かしていきます。音楽に合わせて GO!GO! 肘と膝を合わせて合わせて、くびれよできろ。あっという間にあと5秒です。さあ次はプッシュアップです。プッシュアップじゃ楽ちんだぜという方は腕立て伏せをぜひやってください。二の腕を引き締めながら大胸筋を育てていきます。残り10秒です。夏に自信を持ってノースリーブを着るためにプッシュアップ、プッシュアップ。さあ次の動きが1セット目最後の動きです。足を高く上へ持ち上げてお尻を鍛えていきます。地味な動きなんですが、地味にお尻に引きまくります。上上上上上、あと10秒です。きついですけどみんな一緒に頑張ってますよ。もう少し上。さあ逆の足に交代です。お尻が変われば足も長く見えます。後ろ姿にも自信がつきます。もう少し頑張っていきましょう。私もプルプルしています。いつ頑張るの今で
ましょう。あと10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1。さあ、はじめの動きに戻っていきます。自転車を漕ぐように足を動かしていきます。もうここまで来たら笑顔でやっていきましょう。音楽を聴く余裕も出てきましたか？さあ、あと10秒。かかとから落とす腹筋が鍛えられてます。さあ、次の動きはワイドスクワット。内ももはちょっと鍛えづらい筋肉ですけど、このワイドスクワットで鍛えていきましょう。ワイドスクワットは筋力の向上による基礎代謝アップ効果や股関節の可動域を広げて怪我の予防にも効果的な動きです。さあ、次はお待ちかねのあの動きですよ。太鼓が上に、下に、下に、ポンポン、ポンポン、タンタン、タンタン。楽しいね、この動き。次はお尻の横を鍛えていきましょう。お尻という大きな筋肉が鍛えられることによって代謝もぐんぐんアップしていきます。トレーニングをしているときは辛いことよりもメリットを考えると継続しやすくなります。辛いならやめてもいいけど、もうちょっとで終わりですからね。片方やったら片方もやらなきゃ気持ち悪い。頑張っていきましょう。日常の動きではなかなか鍛えられないこの場所をトレーニングでしっかりと鍛えていきましょう。お尻に筋肉がつくと骨盤が安定しやすくなります。骨盤が安定すると猫背も改善しやすいそうです。さあ、まだまだお尻を鍛えていきますよ。今日のトレーニングはマンションでもできるように飛ばない内容になっています。朝学校やお仕事を行く前に、会社の休憩中に、夜帰ってきた後に、自分で好きなタイミングを見つけて一緒にトレーニングやっていきましょう。動ける体ができていきます。5、4、3、2、1。さあ、体をねじっていきますよ。肘と膝、肘と膝、肘と膝、肘と膝。お腹を意識しながら足を動かして。さあ、プッシュアップの時間がやってまいりました。プッシュアップ、プッシュアップ、プッシュアップ。この動きを腕立てでできるように進化していきましょう。男性の方は余裕で腕立て伏せできてますか？さあ、あと5秒。4、3、2、1。さあ、最後のトレーニングです。力を振り絞ってお尻を上げていきましょう。足を上げてヒップアップをしていきます。小刻みに動かすことって意外と難しいんですね。小刻みにお尻を上げていきます。さあ、残り5秒。4、3、2、1。反対側の足で終了です。あと30秒もありません。
今日もここまで頑張った自分を称えながら最後の力でやっていきましょう。普段10分なんてあっという間に過ぎてしまいますね。この10分の積み重ねが大きな大きな成果となっていきます。さあラスト5、4、3、2、1。ワークアウトコンプリート。運動、そして食事、そして穏やかな心で理想の体に近づいていきましょう。みんなで一緒にえいえいおー。またウタランチャンネルで汗を流しましょう。またねー。お疲れ様でした。